際高校生競歩2019年が始まりました。去年は記憶づくめの1年だった結局7段まだ中学生だった去年になって4段から5段に昇格。去年10月には新人王戦で最年少での優勝、先月にはプロリーグの通算100勝をこちらも最年少で達成しました。今日何に向こうで遊んでるの？お前なんでそこに行くんだよ。掃除したんだからやめてくれよ。名人を頂点とする棋士のランクを決める戦いです。ちょっと藤井七段が昨年の最も下のクラスの C 級2組を10戦全勝で通過。ほとんども1つ上の C 級1組で7連勝。順位戦ではデビューから負け知らずの17連勝中です。金太郎にはご飯を上げたら誰だろうというのは16世名人が昭和42年に発生した17人誰ですか怒ってんの。藤井七段が勝利勝てばこの記憶に並びます。あ今回の対局に参加されて苦しみだという思いを語っていた藤井七段。僕の特徴は戦闘です。ひふみは何？